皆様、大変長らくお待ちいたしました。ただいまより懇親会を開催いたします。開催にあたりまして、同友クラブの岩佐博道理事長よりご挨拶、並びに乾杯のご発声をお願いしたいと存じます。それでは岩佐理事長、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました、同友クラブ理事長の岩佐でございます。今日は、同友会の並びに同友クラブ合同の新春懇談会ということで、ございますが、このようにたくさんの方にお忙しい中ご出席いただきましたことをもってお礼申し上げたいと思いますが、もう新春懇談会ではなくてですね、先ほどの武田会長、そして山下副学長の講演を伺いまして、もう今日は、2020年東京オリンピック経済同友会、経済同友クラブ合同招致決起集会ということで、させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。でこの後、我らの若手ホーム、新浪さんが、招致実行委員長として、強力にアピールと、また素晴らしいですね、これからのアクションプラン、多分いろいろお話しいただくことになるかと思います。ですから私はですね、長々とお話をするよりも乾杯の温度を高らかに取りたいと思いますので、まずもってですね、武田会長と感動あふれた素晴らしいお話をしていただきました山下副学長、お二人に、心から今日のお話、我々は感動を持って受けたのもありましたし、お話をお聞きしましたし、またそれをしっかり胸に持って、東京オリンピック2020年招致一緒になってですね、この夏が、この9月ですかまでに勝負が決まる、特にこの3月がもう、勝負だということを肝に銘じて、一緒になって頑張ってですね、何としても実現するように、一緒になって取り組んでいきたいと思います。日本も後世日本再生元年だったなと今年が言われるように、ならなきゃいけないと思います。で2020年というとちょうど日本が活力とまたいろんな意味での、力を取り戻し、若い世代ですね、今日のお話もございましたが、少年や青年たちに新たにこの日本には夢の力が必要だと、この言葉に込められているような、本当に夢と希望と、そして誇りを持てる国になってて、それを世界の人にお示しできるような東京オリンピックであることを願ってですね、乾杯をさせていただきたいと思います。どうぞ一つ、大きな声でですね、本当は頑張ろうとでも言いたいんですが、やっぱり乾杯ということで、温度を取らさせていただきますので、ご唱を願います。それでは2020年の東京オリンピック招致、これを必ず成功させることを誓って、高らかに杯を上げたいと存じます。お唱を願います。乾杯。